だいぶ歩いたけど、まだ着かないの。私疲れたです。ちょっと休憩しないですか。地図によればもう少しのはずなんだけど、まあいいわ、少し休憩してから行きましょう。お、そこの君たち、ちょっといいかな。向こう、お兄さんもしかしてナンパ。けどごめんね、全世界70億人の画面の前のお友達のためにもお受けできないんだ。ほら、私のファンってモブとはいえ、男の人と話すだけでも嫉妬しちゃう純粋な人たちばっかりだからさ。いえ、ナンパとかじゃなく、ただちょっと話を聞いてもらいたいだけなんです。お話です。ええ、あなたたちは魔王ユニミテスをご存知ですか。ユミニテス。いえ、ユニミテスです。魔王ユミニテスね。魔王なんて私は初めて聞いたけど、コンパは知ってる？だからユニミテスですからね、ユニミテス。私もバルサミコスさんなんていう魔王さんは知らないです。いや、あんた絶対わざとでしょ。もはやミとスしか合ってないよ。それでその魔王さんの使いが私たちに何の用です？ねえ、実は僕ユニミテスの使いといいまして、魔王様の布教をしているんです。だいぶ遠回りしてしまいましたが、今日はお嬢さんたちに魔王ユニミテス様の良さを知ってもらおうと声をかけたんです。うさんくさいわね。残念だけど諦めてちょうだい。はいです。私はパープルハート様を信仰しているです。あれ、そういえばネプネプはどうなんですか。私が信仰するって言ったらもちろん私。なんちゃって、いや恥ずかしい、ナルシストって思われちゃうかも。あれもしかして滑っちゃった。まあ、そんな魔王様を邪険にしないで、楽しいよ魔王崇拝。いや、邪険にしているのはあなたなんだけど。そうだ、ここで会ったのもきっと魔王様のお導きのおかげ。君たちには特別にこの魔王ユニミテスグッズセットをあげよう。いや、私たちそんなのいらないから。そう言わずに受け取ってよ、便利な日常品だって入っているんだよ。例えばこの魔王印のマグカップは職場や学校でも使えるシンプルデザイン。このマグカップで飲むコーヒーは格別さ。そして魔王様のシルエットが印刷された油取り紙は思春期の少年少女には必需品。さらに豪華イラストレーター陣が自分たちのイメージする魔王様を描いた魔王ユニミテストレカのボックスセット。そしてそのカード用に書き下ろしたイラストを一冊にまとめた薄い本は全年齢対象だから子供でも安心して見れるよ。でもって一番の売りはこの魔王様のシチュエーション音楽ディスク。添い寝やお風呂、ゲームをしたり、魔王様とのいろんなシチュエーションを60分も楽しめるんだ。もちろんダミーなんとかマイクっていう人の頭の形をした高いマイクで収録してるから臨場感抜群。いつでも魔王様をそばに感じられる超お得な一枚さ。ちなみに今各大陸の魔王様公式ショップで買い物をするとスタンプが貯まるんだけど、なんとそのスタンプカードを全て埋めると魔王様の等身大抱き枕と引き換えることができるんだ。ちょっと、モブキャラのくせにセリフ多すぎ。てか私以上に長ゼリフを喋るなんてずるい。プロデューサーに訴えるよ。まあまあ、僕なんかこれくらいしか出番がないんだし、ちょっとくらい多めに見てよ。缶バッジもつけるからさ。
缶バッジどころか、こんなの全部いらないわよ。ただより高いものはないっておじいちゃんも言っていたです。僕からの気持ちだからぜひ受け取ってよ。それじゃあ僕は次の勧誘があるから、これで。どうすんのよこれ。さすがに捨てていくわけにもいかないですから、お持ち帰りですね。なんでこうも変なのに絡まれなきゃいけないのかしら。で、ネプコは何してるの？うん、せっかくもらったんだし、休憩ついでにどんなのがあるか見てみようかと思って。おお、これが噂のダミーなんとかマイクを使った誰得シチュエーションだね。で、あれあれ？どうしたんです？ネプネプ。うん、このディスク見てよ。なんかモンスターが出てくるあのディスクに似てない？なんですって？ネプコ、ちょっと貸して。わわ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 、なんか光出しちゃったんですけど。私とアイちゃんの紙袋の中も光出したです。あの男、騙したわね。早くこいつら片付けて教会に報告に戻りましょう。こんなのが町中でばらまかれたら大惨事よ。まとめて相手してあげる。で、やられたいの誰？一戦もらった。その目に焼き付けなさい。決めさせてもらうわ。確実に仕留める。正面から切り口を有名。もう始めちゃっていいの？どれ？ダメ、もう抑えが効かないわ。で、やられたいの誰？一戦お手伝いするです。弱い。さて、どうしてあげようかしら。叩き込んであげるわ。決めさせてもらうわ。確実に仕留める。余裕だったわね。気持ちが高ぶっちゃってもう我慢できないわ。だいぶ手こずったわね。次のが出てこないうちにさっさと破壊しておきましょう。どうしたのよ。変身前の私が割りたがっていたから。その、ああ、そういえばそんなこと言ってたわね。すっかり忘れていたわ。確かラステーションで工場に閉じ込められた時だったです。忘れていなければ次に割らせてあげるわ。それよりも今はこのことを教会に報告しに行くのが先よ。これで良かったでしょうか？ええ、成功です。きっとユニミテス様も喜んでおられるでしょう。では約束通りこのスタンプカードにスタンプを。はい、これでよろしいですね。やった、これでスタンプコンプリートだ。ぜひ魔王様の抱き枕カバーと引き換えてください。はい。ところでコンベルサシオン様はこれからどちらへ？私は再びリーンボックスの教会へ向かいます。あなたのおかげでネプテューヌたちがモンスターを呼び出す証拠をつかむことができたのですからね。これは思っているより深刻かもしれないわ。どうしたんです？アイちゃん、独自の情報網で調べたんだけど、最近ユミニテスの使いを名乗る魔王信者が増えているらしいのよ。けど、そんな名前の魔王さんなんて聞いたことないですよ。
私もないわよ。猫は…って…聞いても記憶喪失じゃ知らないか。さて、それはどうかな。まさか、何か知っているの。知らないよ。期待した私がバカだったわ。これが、その証拠となる写真です。なんということだ。まさか本当にあの子たちが魔王ユニミテスの使いだったとは。これで信じていただけましたか。信じるも何も信じるしかなかろう。それではあなたにはこれをお渡しします。お、なんじゃこの小さな瓶に入っているどろり濃厚な液体は。毒です。毒じゃと。はい、これであの者ネプテューヌを殺すのです。ネプテューヌは二人の罪なき少女をかどわかし邪教へ陥れた張本人。決して捕らえるだけではならんのか。魔王崇拝は各大陸の女神様の一番の悩みの種です。真に女神様を思うものならば内密に処理することも我々信者には必要だと思います。確かに最近のグリーンハート様はまるで何か悩みでもあるかのように以前より自室にこもるようになってしまった。ならば今あなたにできることはグリーンハート様の悩みをこれ以上増やさないことのみではありませんか。うーん、